数学クイズ、意外と説明できない指数の性質、全部で4問、おまけ問題付きです。では始めましょう。3の2分の1乗は何でしょう。またそうなる理由はなぜ。では解説をします。まず指数法則により右上の性質が成り立ちます。例えば A の2乗の3乗であれば右上のようになります。問題において3の2分の1乗を2乗してみると、3になります。ところで2乗して3になる数は他にもありますね。それはルート3です。これにより3の2分の1乗とルート3は等しいことがわかります。一般に A の2分の1乗はルート A と定義し、2分の1乗は平方根、つまり2乗根を表します。例えば5の2分の1乗はルート5であり、9の2分の1乗はルート9で3となります。ちなみに例えば3の2乗根を正式に表すと、上のように混合の左上に小さい2を書きますが、一般的には省略されます。同様に3分の1乗は3乗根、つまり3乗のもとを表します。例えば8の3分の1乗は上のように表され、8は2の3乗なので2となります。このように自然数 n に対して a の n 分の1乗を a の正の n 乗根といい、上のように表し、自然数 mn を用いて上のような性質があります。以上を踏まえて次の2つの問題を考えてみてください。次の計算をしてください。では解説をします。丸1は64が4の3乗であるから上のようになり、4が正解となります。丸2は上のように素因数分解して、
ルート内を掛け算します。この時外の三乗根と中の三乗が揃ったのでルートを外し、6が正解となります。もう一問考えてみてください。次の2つの数でどちらが大きいでしょう。では解説をします。2分の1と3分の1を通分する感覚で2つの数字を6乗します。あとは計算していくと9の方が大きいので3の3分の1乗の方が大きいです。おまけ問題です。どちらが大きいでしょうか。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。